はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、エリー。またミスった皆さん、虹バラのエリチでございますということで、ぷよぷよ実況で193回ということで、今回は呪いの駅そば収集祭りの方をねやっていきたいなと思います。ということで、今回は海の家の牛羅かな、ちょっと思い出せないですけどもまで今回はねちょっとまったり進行で、今20万個でもこれ1回行ったら終わりにしますっていう状況になってますね。まあこの撮影の分のだけ、海の上のギューラーですね。で、まあワイルドさんの方もねもうゲットできたんで、まあもうこれ以上素材あってもねちょっとアホみたいに溜まってしまうんでね、今回ちょっとこれで終わりたいと思います。ランキングの方は3000円だから銅ぐらいは取れるんじゃないかな、まあ、せめてちょっとね銅だけは持てないから銅だけちょっと欲しいなっていう謎を据えてということで、まあ早速ねやっていきたいなと思います。あはちょっと待って、ギルド残しちゃったよ。違う、違う、ポートの方はオフにして早速ねやっていきたいなと思います。で、毎日じゃがてかじゃなくて、カード夏休みガチャ、夏祭り、あ、ちょっと待って、これですね、夏祭りガチャで毎回毎週かな、どっかのタイミングで無料で引けるんですけど、1枚目がまさかの同じものかぶったっていう。で2回目引いた時はどこ行った、めんどくせえこいつですね、バティが出てきてくれましたまあ正直言って今の段階でもういいやっていう状況まあバッコさんとサニラやかなの方は星6にして、もうジーベンはもうそのままでいいやっていう状況になってます。めんどくせえんだ。じゃあ早速ね行きたいなと思います。あぶね、ここ行って行ってやんだけど、ちょっと待って、甲虫ねちょっと寝た あ、そうだあれがあった、だいぶ前にここでも話してたんですけども、オリジナルゲームのやつ、あれをリスナー参加にもするようにしましたかですねで、現状なんですね、放送できる人探し中ということで、今現状そんな感じにはなってます。GM でどうしてもコマンドの管理とかその辺いろいろ回らなきゃいけない、不正の確認もしなきゃいけないということで、どうしてもねうちプレイヤー側に回れないんですよね。なんか神田っぽいけどプレイヤー側に回れない気がするんです。
でね、ほぼほぼ。でもそのプレイしてる側の視点も欲しいっていう人が大勢いると思うんですね。あるのかの得意の民よ。なんで現状の私が考えてる中では他のメンバーにそのプレイしてる側の生放送をしてもらいつつ、うちがあの秘密部屋の方で DM の配信をするっていう、まあバグがあったりとかしたらコメントをチャットで言ってもらったらあるんですけども、とりあえずね、ちょっとオール化まではまだ行ってないんだ。異性行為もできなくなるような、まあいつかはできたらいいんだけど、とりあえずまあ早いこと出したいっていう気持ちがねあるんで、ちょっと現状この状態で生放送しながら不正とかのあれは確認しながらやっていけたらなっていう形で今現状動いております。まああとね、夏季特別企画も20日かな、ラスト20日に上がるんで、最後まで見てくれたらなと思います。再生リストにね、過去のやつも放り込んであるんで、そちらも見ていただけたらなって思います。まあ、ぷよくえ以外で個人でやる実況がなくなったからね。まあいいんですけども、あら、これだけやっとくか、めんどくさい。ちなみに超激辛はね間に合わん。っていうかさ、メガムントはさ、一体これどうなったっていうのけど、メガムントはこれ一体何がしたいの。ちょっと次のプワープカップでもらえるんだけども、飛べない焼きそばって何。じゃあちょっと今回は以上でね終わりたいなと思います。あ、素材は燃えなくた、よかった。ちょっともう素材はいらないんでね、ちょっとまあここにもあるに、ちょっとねもう溜まってるのと、紫はね前にやった時のがまだちょっとだけ在庫残ってたんで、それを合わせたらうんこれぐらいありゃ大丈夫だろうっていうぐらいには今持ってるんでね、あの倉庫の方に何枚か移動はしてあるんで、紫はあと緑も入ってるな、こんな感じでなくなったから出そうと思ったけどイベントで来るからいいやってなって、まだ中には放り込んだ時の状態が残ってる。で今回ねちょっとチケットログインと、あと今回のイベントとそれとミッションで計3枚、これ何、夏祭りミッションで計3枚、まだちょっと魔力のあれがあれなんだけど、それで3枚確保はできたんですけど、今現状引かずにね、このプレチケ、ちょっと今やっとこうか、プレチケのねこれ配布をしてるんでね、それが終わり次第に引
こうかなってちょっと悩んでます。もうデベルもいいや。100枚出るから何かしら1、2枚は出るんじゃないかなって思ってるんだよね。フェイスキャラ、この前のタヨタヨドハスみたいに。とりあえずまとめていきたいんで、プレスキは一旦このまま継続で保管していくので、そのタイミングでこいつも引くか、他何枚か手に入れてら引くか、結構ギリギリに引くっていうのもいいと思うけどね。まあそこはちょっといろいろ考えたいなと思います。もうここでね、ドセーブいっぱい手に入っちゃうから、実質もうイベントはいいやっていう状況ということでね、次回なんですが、先ほどもってちょっとお話ししましたように、プアップチャレンジですね。プアップチャレンジが次回、第5回プアップチャレンジが来るということなんで、そちらの方ね、来週はやっていきたいなと思います。とりあえずやる気はこのままにしといたらいいでしょう。まあやる気そもあと13日あるし、うむということで、今回の1日無料ガチャ、エレンキン、ラグナス、ジャン、うん、両方とも持ってますねようよう思えばユーザーランクがあと50で1000歳ですな。いよいよかえ、ちょっと待って、半年で500いったってことマジでということで、ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。あ、まぜまぜ消化のこと言うの忘れてる君と終わる